GK デザイングループは、東京に所在する株式会社 GK デザイン機構を中核とした多領域のデザインファームを抱える企業グループである。東京の他に、京都、広島、ロサンゼルス、アトランタ、アムステルダム、そして上海に拠点を持つ。戦後、日本にデザインの概念を持ち込んだ会社であり、現代においてフリーランスのデザイン会社として世界最大である。1952年、創設者の江久庵賢治ら東京芸術大学の6人のメンバーが、これからは生活の身の回りの道具をちゃんとデザインしていかなきゃいけないと、GK の名の由来にもなった小池岩太郎助教授の下でグループを結成したのが出発点。彼らの創作はドイツのバウハウスなど海外の動向に応えるものだったが、スローガンの物の民主化、美の民主化からわかるように、戦後日本をより良い方向に立て直そうとする表現運動の側面も持っていた。1953年東京で設立。東京芸術大学で教鞭をとっていた小池岩太郎を中心に学生だった江久庵賢治、岩崎真二、柴田健一、伊藤治次らで結成される。後に小池岩太郎は GK の活動から身を引くが、江久庵が中心となり、世界でも数少ない総合的なデザイングループとして成長する。1957年会社組織に移行し、GK インダストリアルデザイン研究所となる。発足時から続くヤマハの楽器、家具、オーディオ、ヤマハ発動機のオートバイ、丸石自転車のデザインやロングセラー商品として戦後日本デザインの傑作の一つに挙げられるキッコーマンの醤油瓶、大阪万博の環境デザインなどを手掛ける。1980年代より分社化を進め、製品デザインの企画デザインを行う GK、インダストリアルデザイン、環境デザイン等を行う GK 設計、オートバイやスポーツレジャー製品等のデザインなどを扱う GK、ダイナミックス、パッケージデザインや CI 等を行う GK グラフィックスなど数社に分かれる。地域拠点は京都に GK 京都、広島に GK デザイン総研広島、海外拠点にロサンゼルス、アトランタ、アムステルダム、上海がある。戦後の荒廃の中で生活の復元を求めた50年代。1952年、工芸に代わるインダストリアルデザインを整えた東京芸術大学の学生グループが担当教官小池岩太郎助教授の名を冠するグループオブ小池=GKを称し活動を始めた。物の民主化、美の民主化を標榜しデザインの道を歩み始めた。1957年、GK インダストリアルデザイン研究所を設立。1960年、世界デザイン会議の開催と相まってメタボリズム運動が立ち上がる。建築界に起こったメタボリズム運動に江久庵賢治がデザイナーとして参画したことが日本万国博覧会エキスポ70でストリート、ファニチュアと呼ばれる領域の確立につながり、専門分野を超えてデザインの領域を広げることとなった。また、GK は道具論を基軸に様々な提案を携え参加。これを機に、蘇生する家具、各住居、装置広場、都市住居などの提案による道具論の実践的研究がスタートする。行政が国土、地域開発に力を注ぐ一方、企業は新製品開発にこぞって、その優を競い始めた。GK もそれらに対してデザイン活動の幅を徐々に広げる。70年代は GK が広く関わった大阪万博の開催で幕を開ける。73年、アジア初の世界インダストリアルデザイン会議が京都で開催され、GK はその運営に積極的に参画した。その成果を通じて改めて日本が世界から注目される中、GK は京都、ロサンゼルスと地域拠点、海外拠点を開設する。GK は創造産業を目指してトゥワードクリエイティブ、インダストリーをスローガンに1985年 GK1080 を開催する。GK の新たな時代へ向けての方向を探すことがその目的であった。GK 各分野の新たな専門性を世に問うた12のコンセプトは時を超えて未だ新しく、今日の GK の基軸となっている。国営事業の分割、民営化が進む中、GK グループは専門領域別の分社化を進める。同時に、広島、アムステルダムなど地域拠点、海外拠点をさらに開設。新事業展開を活発化し、現在に至る GK グループの骨格が形成されることとなる。GK は社会の構造変化に強いグループの構築を進め、新しい世紀に向けた知的創造力の形成を目指す。急速に進展する中国にも拠点を置き、来るべきアジアの新時代に備える。1997年、道具の美学新書1952をテーマに GK グループ展を開催。半世紀にわたる足跡を示すとともに、新世紀への提案を広く、世界へ問うた。さらには、GK の基幹研究である道具論を学術的に展開すべく、道具学会を設立。2002年、日本科学未来館の展示デザインを通じ、デジタル時代の中での道具文化の重要性を改めて説く。経済発展と歩みを共にした20世紀から、デザインは今、地球環境、食料、資源、情報、教育文化、格差問題など、より複雑化する社会の中で多くの課題に解決策を提示する使命を担っている。2012年 GK は創立60周年を迎える。2013年にはエクアン・ケンジと GK の世界大鳥が羽ばたく展を開催。GK デザイングループは組織的創造力を基本とし、間の豊かさに向けての革新的回答を提供していく。東洋経済オンライン、鉄道デザインプロはここまで考えている GK デザイングループに直撃インタビュー。ものの民主化から出発した60年の歩み、エクアン・ケンジと GK の世界展2013年8月13日、GK デザイングループの遠隔日本の現代、デザイン ABCDEF、エクアン・ケンジジャパンデザイナーズ。2017年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月11日閲覧。世田谷美術館企画展。デザインが導く世界エクアン・ケンジと GK の世界。大鳥が羽ばたくご案内ヤマハ。コスモ石油 FAQ。2014年5月13日閲覧。ABCD アクシスボリューム166アクシス。AB インタビュー14。エクアン・ケンジ思考症について福山市立大学大坂直樹。過剰装飾なし JR 東の観光列車は新基準になる？東洋経済新報社。2020年2月8日閲覧。ありがとうございます。